チャンネルです。今日はクラブアライブ来ますよ。はい、ということで今日のゲストをお呼びしましょう。スターウェーブの重鎮と呼ばれているこの男を紹介します。タクロさんです。出た重鎮。なんでやねん。なんでやねん。スターウェーブなんでやねん。はい、ということで、はい、ということで今日はね、大阪ですよ。はい、なんで、今日は地元大阪、わざわざ、ミサルカさんは東京からやってそうです来ていただいて、あのベルベテレさんも今そうですやってる最中ですかね。もうね、セクシーなね、セクシーでしたか、今日は。はい、フリッケツが、フリッケツがね、見られるかもしれない。嬉しそうですね。いやいやいや、俺も負けないですよ。負けないフリッケツですか。いつも運転があるから飲めないじゃないですか。はい、終わったら飲める組なし。あ、マジっすか。運転してきたんだけどね。いっぱいやる、今日終わったらね。行きましょう。もう今からもう行きますよ。じゃあ、チェスチェスチェス。今日は、はい、あの新しくできたあんなところや。お、まあ、生き慣れたあんな。踏み慣れた。あんなところなの。お、ちょっと、あの連れてってくれるってことで、はい、例の行き方で行っちゃいますか。行きましょうか。行きましょう。せーの。飛んだ、すげえ飛んだわ今日も。いやー、険しい道のりでしたね。なかなか飛びますね。いやー、はい、あ、こんなところに、まあね、こんなところにフライヤーやっと、あ、ちょうどよかった。あ、他のところに落とし物ですか。落とし物です。落とし物の拾った、拾った。やっとよかったです。ちなみにここのヘアメイクスタジオであのメイクサップいない頃ヘアメイクしてもらったことあります。なるほど。で、ここがリトルハーツの新しいところですね。で、これ世界やリトルハーツ、僕自身は初めてです。お、僕も初めてです。じゃあ、ちょっと乗り込んで撮影しに行ってみましょうか。はい、エレベーター、エレベーター、お、エレベーターを使っている人は押さえてやる。で、これは映していいんですかね。人工モザイク、人工モザイク、まあ、あの社長がダメな時はバサッとバサッとモザイクかけるもの選手あるんですよね、社長。はい、これ来ました、来ました、突入です。メタル入り口はあちらです。なるほど、綺麗ですね、やっぱり片付けも。いやー、綺麗綺麗、本当にリトルハーツさんってどこでも、どの辺これも綺麗ですよね。はい、じゃあちょっと、はい、行ってみます。ほら、行く？いや、じゃん、中撮影してみます。まあ、あとで聞きますので、これ使ってもいいです。はい、これ、いやー、綺麗でしたね、ほんまに。リトルハーツさん、素晴らしい。すごく優しくて、あ、もう優しかったです、うん、皆さんぜひ大阪で CD を買うときはリトルハーツさんへ、大阪ミューズの下にありますので、そう、何かお目当てのバンドさんがいてる場合はぜひ立ち寄ってください。もちろんあのミサルカとかね、マジスナーサガが出てるときはもうぜひ来てやってください。はい、行く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 。はい、ということでここからはもうタクロさんの、はい、大阪ブランディ旅、独壇場ですね。ほんまに俺についてこいや。もうさっきもあの今リトルハーツに飛びながら、はい、もう飛びながらこのお店が言うてる。これこれ知ってる知ってる、ポプラの秘密知ってる言うてましたもんね、飛びながらね。そうそうそう、どっちですか。あ、こっちです。あ、こっちですか。はあ、今次の店に向かって歩いてます。歩いてます。はい、そう、もうすぐあのおすすめの店その1、2、その2、その1はリトルハーツさん。はいはいはい、はい、もうこっからもうおすすめが盛りだくさん。大阪の街はこうあるけど、そう、なるほど。大阪の方に来たら、深山さんのライブ見に遠征来たらここ来い。そうね。で、
もう次の日とかね、泊まっていく人もいるかもしれないですから、なんか大阪の街でじゃあどこに行けばいいかなと思ったら、とりあえずタコロさんに電話。そしてラーメンが食いたかったらここ寸胴屋、ずっと気になったらラーメン屋なんだ、うどん屋さんかなかと思って、ラーメン屋っす、あのこってりの、ほんまに超こってりの豚骨ラーメンが食いたかったらもうまずここ。さあ、味玉ラーメン、そう、何がおすすめですか、タクロさんは。全部のせるかやっぱり。いや、もうここはね、あの麺を味わってほしいから、もう普通の元味ラーメンで、もう替え玉を2玉ぐらいするっていうのが、普通に食べたい。で、こう背脂の量が、うんうん、あの変えれて、普通あのこってりまみれとかあっさりとかって、もうまみれやったらもうほんまに油まみれ。今度お客様にベーコンマンお昼パンダお願いします。はい、行ってみよう。まあ、しょっちゅうぜひライブの前とか後とか、ね、ライブの前も前も後も次の日も次の日も、なんか迷ったらとにかくタクロさんに、このスターウェーブなんでやるの一番最後でね、もう今日はもうタクロさんの電話番号下8桁をね、もう公開します。下8桁ってめっちゃ限られるじゃないですか。そう、あとはここ本店はまた別なんですけど、石川のダルマ、有名なんですか。有名です、うまいです。安いよ、いいかも。このメニュー二度漬けさせてくれるか。二度漬けは絶対ダメです。もちろん絶対ダメです。あ、そうですか。この辺120g です。120g。おいしそう、ニンニク美味しそう。紅生姜。食ったことあります、紅生姜。そうそう、前言うたじゃないですか。あの串カツ。あ、紅生姜の串カツ。酒飲みにとってはもう絶対ハマる。持ち帰りもありですか。あるんですか。普通に喋ってて、その大阪って串カツが名物。串カツ名物、串カツも名物の一つ。名古屋は味噌カツ。あ、名古屋は味噌カツか。だから、トンカツのソースが味噌のソース。で、串カツは、だったらいろんな材料を、揚げてあるカツ。なるほど。ここは心斎橋。人いっぱい。寒いから。見ろ、人がゴミのようだ。いや、でかいですけどね。今日はやっぱり花金ですから。あ、今日金曜日か。花の金曜日ですか。花金曜日。そう。みんな花金にやってください。あとあそこの。あそこの共産だ。中華料理。あ、なんていうんですか。ベニバナー店。ベニトラ、あそこ、まあそんな言うて安いわけじゃないですけど、高い、うまい、ちょっと高いですか。中華料理です。あ、じゃあ拓郎さんみたいなビップの人が大体一人。まあそうですね、まあ、値段見ずにこれ。ああ、大体お料理8万円ぐらいからかな。ルイさんもすごいですね、やりてる。なるほどね。そして、ここが大阪がホール、はい、メインフリート。あ、そうっすね。ミドウ。題材にした曲を。あ、そうなんだ。これがもうミドウスジみたいな歌った。狂気ですね。そうっすね。これがあっちの、これまっすぐ行ったら梅田があるんですけどね。梅田があって、ちなみに今通ってきた道がレンガ通りっていう。なんでレンガ通りなんですか。このレンガ畳なんですよ、地面が。あ、レンガ作り。レンガ通りやって、レンガ通り。で、正式にはヨーロッパ通りです。ああ、レンガは？そうそう。そういうわけです。すごいですね。で、あそこを入ったら
通称アメ村っていう、あそこから、あそこからアップルから、アップルから、なるほどね、三菱東京 UFJ 銀行からからがアメリカなんだ、アメリカアメリカ村なんだ、異国の地です。この間まあ、今サウンドビーの元リックスのユウさんと、はいはい、なんでやねんの時も言ってたんですけど、大阪すごいですね、アメリカもあれば新世界もあれば、新世界もあればヨーロッパ通りもありの、ヨーロッパもあってありの、あと何があるんですか、あとはちょっと大阪の北の方に行ったらロマンチック街道ってのがあるんですよどんなロマンチックなことが起きるんですかね。いやもうそれは想像の外ですよ、想像外、想像の外です、想像超える、想像の外なんですね、はい、いやだからね、ほんと大阪新世界一丁目2-23、別にあの住所っていうわけじゃないですけどね、あ、住所じゃないですか、新世界っていうあの名称というか通称というか、あ、そうなんだ、そう、あ、地域名ではないんだ、え、アメリカ村は実際言えば西心斎橋、ね、あ、アメリカ村って西心斎橋なんだ、そう、住所は住所は、あ、そうなんだ、アライブは東心斎橋、あ、なんだ、アメリカ村とかなんだと思ったら、そこまでぶっ飛んでるかと思ってたアメリカの村1丁目とか1丁目っていうわけじゃないですか、あ、違うんだ、なるほどね、さあ、ここからアメリカ村に入りました、入りましたよ、入りましたよ、やっぱりここは若者の街だな、はい、東京でいうならアメ横の渋谷とか、アイスクリーム屋さんありますよね、アイスクリーム屋さんどこにあるんですか、アイスドッグか、アイスドッグあるある、アイスドッグ見たことないですよ、寒いからね、せっかくちゃんがポスター置いてもらおうかななんて、アイス屋さんに、そう、あ、今貼ってあるんですよ、それ古いんで、あ、そうなの、この間なんか歌い手っていうのをやってる歌い手のお友達がツイートしてて、大阪ってアイスロック食べてたら目の前にイタルカのポスターあったお、今まで持ってきちゃう、持ってきますね、大阪ライカエジソン、じゃあライカエジソン行ってきます、はいはいはい、ってことで来ました、次はいっぱいもういっぱいおすすめのところ回った中で最後は、はい、ディズニーですね、ディズニー行きます、はい、ちょっとドキドキです、ドキドキです、ドキドキです、ここはね、ビッグキャットが入ってるんですよね、ビッグステップの中にビッグキャットっていうのが、なんか昔初めてビッグステップ来た時に、はい、わあ、こんなとこでやってみたいなって思って、今でも思ってる、一番やってみたいですね、大阪では、あ、ほんまか、うん、キャット通称大猫、通称大猫、そのまんまで、ここって、はい、実はある建物を壊してできたの、お、またうんちく、タクロウンチクコーナーですよ、ビッグステップは何の建物を壊してビッグステップになったでしょう、シッキングタイム、はい、チチ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 チはい、はい、正解は小学校、へぇ、小学校やったんです、そうなんだ、そう、あ、そうなんだ、結構広いですよね、どうせやったらこの曲がってるエスカレーターもいます、曲がってるエスカレーター、曲がれるエスカレーター、いいっすか、こんだけでかい敷地なんで、なんやな、実はもともと小学校やった、でもここじゃ通ってた人からしたら、なんかこう、結構思い出深い、思い出深いでしょうね、あ、うちの学校なくしやがってるのが、あ、ちょっと苛立ちを、え、これ映画も見れるんでしたっけ、映画館みたいなの入ってる、あ、なんかあったような、なかったような、ヒビロックやってるかな、ヒビロックあるんですね、おー、ヒビロックやってます、やってます、公開中です、公開中、ちょっとぜひご覧ください、ぜひぜひ映画のスクリーンで、だいぶチャラけてます、はい、死刑台は、死刑台は
ここまで。この値段なんで、まあお求めやすいこの値段なんで。あ、チケ代、ああ。鑑賞代で。鑑賞代鑑賞代あ、チケ代。あ、ごめんなさい、死刑代はって聞こえてました。死刑代です。死刑代、あ、いくらでしょうね。この映画館によってはそうなんですか。映画館によってあれやったら、この映画館高いからミニガンのコートとか。でもレディースで1000円とかあるもん。ああ、ありますね。そう。はい、というわけで。お腹減ったワイン飲みたい。ワイン飲みたい。ワイン飲みたい。最低限飲みに行く。はい。はい。いつもお願いします。ビールリークさんですね。挑戦にしたいですね。はい、ということで店長にまた聞きにしてもらってきます。行ってくれて。はい、はい、というわけで、いやありがとうございました。いやいや、冷えましたね、だいぶいろんなとこもありましたが、ちょっと3ヶ月ぐらいかけた旅でしたけど、いやー、もうだいぶね、もうこの黒ずんできちゃってそうですね、僕もちょっと落ち着きましたからね。なんでやねんライブですよ。はい、はい、ライブは本日の公演、はい、マジシーナ佐賀ウルギバースデー主催、主催これです、言葉を信じるな、言葉の持つ意味を信じろ。なんで片言でね。はい。っていうね。みんなで信じていきましょう。よっしゃ。いや、信じるなっていう。はい、ということで。よっしゃ。ね。頑張っていきましょう。本当ありがとうございました。はい。じゃあ、さよなら。また、来世。